ってことで皆さんどうもこんにちは、まるです。ってことでね、今回、コラボウィーク、第1弾ということで仏さんに会いに行きたいと思います。いや、今までね、実写でコラボはしたことないんじゃないかな、多分。実写でコラボもしたことないし、まあ実際にコラボも全然したことないんですけど、ちょっと今日なんとね、深夜の25時です、今、はい。ちょっとね、仏さんゲリラ終わって、多分今、もう多分中で待ってると思うんで、ちょっと早速行きたいと思います。起こされるかな、大丈夫かな、遅刻してるから、いや、むしろ強気でいかんでいかんな、これは。何を取るのか知らされたい。まず最初結構話してるから、最初頼んで食って落ち着かせてから食いながらちょっと話す内容に詰めてみて。わかんない、これね、俺だって何も言ってないじゃん、何も言ってないまま、今深夜の25時や、全然でもいいよ、俺アドリブはそこら辺は。あるよね、ゲリラ終わった、今日だってゴールタイム、ボコボコです。やばいんだけど、やばい、やっぱちょっと時間かかるね。うまくなるまでの時間かかるって感じかな。これ今回、これ仏さん呼んだこの企画、企画名は普通に質問コーナーみたいなもんなんだけど、いいけどコラボウィークってやつ俺やるよ。聞いた、あ、聞いた、あれ俺 DM で言った、なんかウィークって書いてあったから、なんかそういうやつだよ、言ってたか。そういいね、なんとこれ第2本です。うわ、で一番再生数は稼ぎやすいやん。いや、そう、一番ね、そのなんか一番これが見られるんだろうなと思って、バンって。あ、そうなの、確かに。だって、2人で実写で撮るのだってなくない？ないし、そもそも丸とコラボするんだって。え、マジで？ないよね。2、3年ぶりだよ。この価格自体がすげえ。そういうことで。え、だってさ、2年前とか3年前だって絶対ありんかって。まあ、3、4年前はありえん。絶対ありんよね。俺がガキだったし。いろいろあったからな。理由はいろいろ話をしていこうぜっていう回です。じゃあまず一人頼むか、まず。腹減った俺けど。そんな頼む頼む。これでも多分みんな気になってたやつが多分一つあると思ってて、それが何かっていうと、スマホ説。ああ、はいはい。わ、でも正直絶対みんな気になってたと思う。ああ、コラボせんやん。しないね、そもそも。俺がそもそもコラボするタイプじゃないのと。ああ、確かに。だから失礼いたします。はい、うん、じゃあ丸が終わりでしょ今日。いや、まあそれは最後のじゃんけんで決めようと思ってた。いや、さすがにおごる。さすがにおごる。いや、俺は、まあ俺は嫌われる、まあ自分の言動とかはまあ普通に分かるから、まあまあ、嫌われ、そう、嫌われるタイプだけど、俺から誰かを嫌うは本当に誰一人ないみたいな。ああ、本当？いや、今までなんかあるじゃん、学校でこいつ嫌いやから反抗せみたいな。ああ、はい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 。俺マジそう言ってるやつのこと何も理解できなかったから、そう、だからあんま嫌うことないし、なんだかんだあったら全員楽しく喋るっていう。ああ、でもまあそういう雰囲気はあります。そう、いくらだって怖えもん。いや、まあそれは思われると思う。2、3年前とかさ、やばい、めっちゃツンツンしてたから。やばい、あれで数字稼げたのがダメなんだよ。え、どういうこと？だからあんな尖り散らかしちゃうからみたいな。ああ、下積み時代から始まってたら、ああ、なんてなかった。それこそさ、最近さ戻ってきたわけや、またその公演にでさ、キャラそんな別に変わってないわけや、もう昔とそんなに言っても、まあまあまあ、スタイルが、うん、実際数字取るとわけや、うん、やっぱね、みんな求めてるね。そういうヒール系みたいな、ね、ありがたいよね。でもめっちゃびっくりしたもん、嘘以上だったからさ、だいぶ刺さってるよ、ね、本当に。俺最近だから見ないようにしてて、逆に、そういうのなんか見ちゃうとさ、その再生数追わないととかってなっちゃうし。ああ、そういうこと。そう、だからあんまりそのなんか周りのやつとか見てもそのオリジナリティが欠けちゃうから。確かに確かに。だからその自分の動画に集中したいためにもうチャンネル登録とか全部外したいんだ。面白いやつも、メヘラやんけ。じゃあもう見ないよ、YouTube メヘラやん。そもそもだって違うわけやん、ジャンルが、どうしてもそっちを見たらそっちに感化されちゃうみたいな、とかもあるから。確かにね、だからそういうことね。そう、俺は俺の動画がちゃんと作りたいから、そう、また違うよ、ね、最近そう、撮れてるどういう話してるの。船笠です。あ、そう、船笠です。だってさ、それで言うとさ、いや、そう、2年前に1回会ったんですけど、1回ね、まあなんか会う機会があって、で、その時は正直めっちゃ迷ったよ。
3年前あんなバチバチしてたしさ、うん、俺正直苦手だったからやっぱり。そうな、そうだって言われる側なだけじゃん基本的に。だからそんななんか好きにはならないやん、どう考えてもいやどうしようかなって思ったけど、うん、でも会社立ち上げて、そうなんかいろいろその動画見てたらすごい丸くなったなっていうのは分かってたから少しずつね。そうそうそう、だから一回やって今の仏さんはどんな感じなんだろうっていうのをちょっと見ようと思ったっていうやつの話な。そう試されたの俺も全然でも本当に3年前と比べたらもう本当に違うほど会社立ってたからめっちゃ悪くなってて、そんな俺びっくりした、うん、周りの見る目が増えた。公約会話のやつだけに見られてるんだったらもう隣に連れ出して、まあ、いろんな人に見られる立場やから、ね、それがね結構まあ嫌だなーって。もいやそういうのってそれがあって丸くなってきた感じ。今の方だからそんなになんか思いっきしガンガンいけないみたいな。ああそうなんだ、ガンガンの行く系のツイッターもさバカにしてるみたいな。泣かせたけど俺はちょっと苦手だなっていう意識はあったけど、本当には別にそういうのは一切別にないって感じでしょ。俺は申し訳ねえなーって思いながら申し訳ねえなってやっぱ思った。いや思うよ。あ思うや。だってそれで言うとさ、もうだってローガイズも苦手だもん。あでもあったら全然いい。そう俺、うん、特に天敵さんが一番怖い。うん、そんなことない。俺だけ過激。他普通よマジで。あいつらが他人の悪口とか他人の陰口とか言ってるとこマジ見たことない。そう言われてみれば、ね、なんかさ、そういうプロ選手とかって絶対裏でなんかボロクソ言ってんじゃん。だけど言われてみればローガイズでなんか言ってることはない。ちょっとなんか炎上したやつ冗談でみたいなのはあるけど、そこにはなんか敵みたいなのが全然ないから、まああくまでもエンタメ要素としてしか言うてへん。そうそうそう、いかに笑いを取るかみたいな。いやいいやつよあいつらだから。なんかね俺からするとね、もうなんかずっとこういう界隈のそのなんかどちらかというとその、うん、陰側だと俺自分で思ってて、いやいいってじゃなくて陽と陰じゃない気がするけどね。綺麗な方と汚い方みたいな感じ、まあまあまあ、なんか交わらんもんな、うん、本当にいい意味で交わらないもんね。当時の印象と今の印象。当時の印象。でも、うん、いやもうここはもうぶっちゃけよ。だっていいです。今が良ければそれでいいやん。当時の印象はまあ3年前とかに難しいな。なんか表面的な人。俺は素でやってたっけよ。ああ。配信を。でもマロはその素みたいなところを隠して。ああね。すべてがなんかちゃんと考えて作られたんだ。作られてやって数字を稼いでる人みたいな。あまあ表面的な人みたいな。ネガティブにね。で、まあ、今の印象はよくわかんないな。今は何？そう今はそう今はないけど途中でなんかあんまり YouTuber で尊敬できる人いないわけよ。始まりから今を見たことないから。伸びてる人の動画しか見ないから面白いしか感想はなくて。あ確かに。マロとかあと志田先生とかはおおなつ最初からどうやって努力して今頑張ってるのか分かるから、志田先生もそうだしマロもすげえなっていうのめっちゃ思う。そう無課金は多分俺とすげえ似てるタイプだから別に何もすごいと思う。尖ってるキャラは当たりは伸びるから俺とかに。無限はプロ選手の力借りただけだし、まあ冗談だ、まあまあまあ冗談だ。でマロはでもだって別にその頃知名度もなかったし、なかったね。そっから地道でなんだろう、マロのスタイルは割とカジュアル層向けで、うん、まあどっちかっていうと万人向けっていうんです。そうやな、どちらかっていうと。それを作るのって俺無理だから。確かにタイプ的には無理かもな。 そこがめっちゃなんかすげえなーって思う。あ計算しないといけないし地道な努力必要だからそれってっていう感じの印象。そうまさかじゃあこれかあるだろう。え俺当時でしょ。こいつコミクズやな。そんないや最初ね、いやでも、うん、いや別にそこまでコミクズやなとかでほんとにこれ今嘘やけど、うん、けど、うんいいなぁとは思ったね。いい意味で多分本当に違うじゃん。俺どちらかというと、うん、その人にどうしたらなんかいい風に見られるかみたいなのを結構考えるタイプだったから。そんな気するよ。自分の赴くがままにさやってさ好かれとるわけやん。そんな。そうけど俺の場合は最近はそれこそ、うん、
もういろんなのを見てきたし、いろんな人を見てきたからそんな隠してないんだけど、その当時はやっぱエンタメ層がとか、うん、どうしたらもっと多くの人に見てもらえるかとかっていうのをめっちゃ考えてたから、だからそういう意味で言うと本当にすごいなと思う。なんか質問ないの？親系の。いやでもね、マジでそんな来てなかった。まあ深夜だから。あれは？じゃあアドバイスし合う。この系でこういうことやってほしいとか、こうした方がいいんじゃないとかっていうアドバイスもしよう。うわあ、俺それで言ったら、あんまり難しいかな。今のままでいてほしいっていうのがあって、はいはいはい、結局今っていうのもさ、やっぱその競技シーンのコアファン結構多いと思うんだよね。もう多分全体で見ても、もうコアファンだからもう競技シーン知ってる人たちが俺もう50倍以上多分いるんじゃないかなって思う。そうだね、うん、今まではだってもうエンタメ80 の、 その競技人口が20とかだったじゃん、はいはいはい、けどもう多分50ぐらいまで来てると思うから、同じその公演後の実況者として競技シーンとかその選手層の方を盛り上げていってほしいと思う。で、俺はもうその競技シーンとかじゃなくて違うベクトル、もっとその誰でも楽しめるような動画とか、やっぱエンタメ寄りの、その全然声知らなくても楽しめる人とかっていう部分を開拓していって、そのお互い絶対違うベクトルじゃん、だから違うベクトルで盛り上げていきたいんやなっていうふうには俺は思ってる。逆にある。俺、うん、何、俺から、おう、まあ、1本に絞ってもいい、なんか絞りたい感あるよ。これならこうやとか、マイクラやるんだったらもっとマイクラやる時間とユニーを減らすみたいな、まあ何様だよみたいな感じ。いやでもね、わかる、俺あんまりアドバイスないんだよね。俺じゃあ新しくこういう会話入ってきて、うん、頑張る時期だし、目標もあるし、それに向かって頑張るわけじゃん、うん、でマロって多分めちゃくちゃ公約行動でぶっちゃけ天井じゃん割と、うんうんうん、いかに今まで通りなんかみんなを楽しませられるかみたいなところだと思うよ。だから本当は最近もうめっちゃファンのことめっちゃ考えてる。その客観することが本当に苦手だったんだけど、俺本当に人のことあんま好きなところがあんまりないから、その言ったらさ、押しとかな。みんなってさ俺のこと押してくれたりするわけやからさ、うん、でも俺 YouTube 見るいろんな人、うん、けどこの人がじゃあめっちゃ好き、この人押してるって人はそんないないよ。ああ、俺もいないけど。そう、だから押してる人の気持ちが俺あんまり分かんなくて。確かに俺も分かんない。言っちゃうと、うん、嬉しいけどね。そうそう、めっちゃ嬉しいけど、でもそれがあんまり理解できないからこそなんかちょっと悲しい部分があって、うん、みんながその好きなものは俺も知りたいし、俺が好きなものはみんな共有したいしってやっぱあるから、うん、それをなんかすごい常にずっと考えてる。俺でもね、推しだったら YouTuber とかいないけどアーティストとかめっちゃ増えてきた。この支配ってこの人のライブにはもう全て行くみたいな。でも俺も最近それが増えてきて、うん、なんとなくだから分かるんですけど。そう、俺もそれこそその好きなそのアイドルグループというか、まあ、その歌い手のアーティストとかがいて、で最近そのライブとかに行って行くとさ、オフラインイベントだからさ、みんないるわけじゃん、リスナーが。そしたらさ、みんなさ、リスナーがさ笑顔でみんなやってるんだよ。それを強いよ、ね、そう見ると、わかる、うわすげえ、この人たち、こんな大勢の人たちをこんな笑顔にできてる仕事ができてるんだみたいな、多くの人がそれを待ち望んで、それを見て、で、よし、明日からの仕事頑張ろうとか、いい方向に向かってるわけやん。すごいいいなってやっぱ思う。俺なんか、じゃあ俺たちもそうだし、その歌い手もそうだけど、なんだろう、特殊能力って言わないけど、特別だと思うのは、なんか、人をなんか幸せにだからできるみたいな。うん、俺だからその目標、人生の目標で言ったら、うん、こういうこと言うタイプじゃないと思うから結構びっくりすると思うけど、いや大丈夫、キモいと思う。俺マジでその全人類幸せになってほしいみたいな。おお、師匠。いやでも分かる。俺毎年新年の、うん、神社、うん、ここで行くやん。ああ行くね。より多くの人が幸せになりますよ、ね、いやそこまでは言わないか。俺でも、すごいな、そこからそう思ってて、格差とかあるわけやん。うん、あるね。理不尽な目に待ってる人もいて、まあだからその人を幸せにできる人ってマジですごいなって思うわけ。いや、ガチで思う。そうだから YouTuber もそうだし、俺も絶対そうだし、そういうことができる人って本当の限られた数パーセントぐらい、 0.0 何パーセントぐらいの人なわけじゃん。そこはなんかね、やっぱりすごいなって思うからこそ、なんか頑張れるなみたいなところもある。YouTube でさ、まずそもそも売れとること自体が、まあそれはいろいろ努力とかはしてきたのはあるけど、それはでも正直まあ運だと思ってて、
わりかし。これめっちゃ見たの。やっぱそうやん。で、しかもその中でも人を幸せにすることができるっていう素晴らしい職についてるわけやん。しかもそれがコメントだったらコメントで見れるわけやし、直接ダイレクトに声をもらうことができるわけやん。面白かったら面白いって言われるし、だからこんなにいい職業ないし、はいはいはい、コミュニケーション取れるのいいよね。やりようかな、ちょっと俺そうだ、だから本当にこれじゃなかったら俺教師やりたいなってずっと思ってた。あ、いいじゃん。そう、ダイレクトじゃん。俺はあれで多分50とか40になったら多分こうやってんなって思うよ。あー、でも分かる。俺だけ教育大好き。まあ、何様って思うかもしれんけど、いい影響与えたいし、学校作るの決まったやんじゃん。いろいろと深すぎる話しちゃうな。こういう話ばっかりしたら、いやでもこういう話も大事よ。まあ、あとでもなんか喋っといた方が良さそうなことあったりするかな。いや俺全然満足でしょ。はい、いっぱいだな。だいぶ最後にデザートチックな。ああ、どうしたものが俺は食べないんだけど、もう持つね。ここから頼んでってやつが多分。あ、そう。でも最初ちょっと席ミルククレープだったから。いいな、羨ましい。おめでとうございます。あざす。俺は分かってたよ。ええー、分かった。いやだから本当だ。なんだよ。おめでとうございます。あざす。ありがとうございますよ。ケーキ来ちゃったか。いや、いいよ、俺に食べるから。いや、なんかさ、デザート頼むかって言った時にちょっと頼んどいて。ここから頼んでってやつが多分。はい、もう分かるよね。あ、そういうことね。これは言わんといとこうと思って、あの一言でちょっと時間稼いでるなってなったから。いや、こういうのね、ちゃんと用意できると。最初の年始めるとさ、周りの人がさ、うまこれ言わってくれるわけやん。そしたらさ、嬉しくない？やっぱだから、されて嬉しいことは一緒だよ。確かに。そう、しかもちょうど誕生日だったから、いいじゃん。だから、好感度も上がるやん。ちょっと言うから全部計算しそうって俺言われんの。あ、ね、そう、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょうや。親子で盛り上げていこう。たまにこんなこと言われたらやめられるじゃん。簡単に。そりゃそうで。まあ、俺でも簡単にやめないから。うん、いいかも。同い年なんだから。確かに。なかなかいないよ。同い年でこういう境遇で、しかも確かに全然いないよ。ね、毎年少ない。コメントしてない。ファンサリー。うん、あつまー。ウィンクできないとクラブでナンパできない。そんな重要性ある？ない。ないです。してるやつ見たことないもん。じゃあまあ第1弾、はい、テコラ祭り。ありがとうね。はい、確かに2時間ぐらいだよ。はい、だずっと喋ってただろうな。途中で動画切れちゃってる部分あるけど、まあ、2時間ぐらいだよ。いや、たまにはこういうね、ガチで喋ってるやつとかもう思ったことない。絶対ない。じゃあ普通に真横でね、動画撮ろうって言われたら嬉しかった。マジ？クレントも撮ったし。ああ、そうなんや。そう言われるとめっちゃなんか嬉しいよ。ありがとう。だから俺も今日喋ってたぶんおごりなんだろうけど、おごりのおごりでいろいろ食べさせてもらいました。カロリーオーバーしちゃったけど、まあいい。今日はね、寝てもらったね。ありがとうございます。